ます、まだまだ寒いですけれどもね、2023年2月2日、佐藤修一ライブでございます。ですね、今朝はですね、六歳者通信の方に先週の活動報告、掲載をしていただきました。まあ、1月27日、6日前ですけどもね、まあ、伊方原発広島裁判の仮処分の方がね、決心をね、しております。本当ね、地元の岸田総理が、大変ね、暴走、迷走で、大変ご迷惑をね、おかけしております。伏してね、ですね、お詫び申し上げます。本当にね、総理のね、地元出身じゃないんだけどね、あの人ははっきり言うと、ね、開成高校ね、あれで、ずっと、東京におられてね、それはまあ、ね、ただもう伏してね、その点ね、広島県選出ということで、全国の皆様にね、お詫び申し上げます。その上でね、私、佐藤修一、総理のね、暴走、迷走にね、この広島からね、ストップをね、体を張ってね、かけて参りますのでね、また、私、佐藤修一、岸田総理のね、暴走、迷走にね、ストップ、マットをかける佐藤へとね、ご支援、全国の皆様からもね、伏して、よろしくお願い申し上げまして、そしてね、寒波等をね、特に寒波の方、特にね、遠方の方はね、まあ、中国地方以外あたりの方はね、伏してよろしくお願い申し上げまして、本日を、終わらせていただきます。それではね、またこの後、安東で、来てお会いいたしましょう。失礼いたします。